なべみチャンネル。皆さんこんにちは、なべみチャンネルです。ここは奈良県五條市にあります永山寺です。五條市は奈良と和歌山の県境の町、のどかでとっても静かなところ。時がゆっくり流れるようです。ここの見どころは3つです。梵鐘、本堂、八角円堂。永山寺は719年に藤原の不人の長男藤原の六麻呂が父母の菩提を伴うために創建し、かつて崎山寺と言われていました。藤原南家の菩提寺として鎌倉時代まで繁栄したと言われています。境内入ってすぐの場所に鐘楼があります。国宝の梵鐘はその名分から917年に制作されたとされる青銅製の鐘で、京都の神護寺、宇治の平等院の鐘とともに日本三名鐘の一つとされています。本堂には室町時代1431年の作とされる本尊の薬師如来坐像、和気神の日光月光菩薩、木造十二神将などが安置されています。薬師如来坐像は表面の金箔も鮮やか、優美なお顔が印象的でした。国宝の八角堂です。八角堂の内陣には重要文化財の装飾画が描かれています。また4体の仏像が安置されているんですが、なんとも痛々しいお姿でした。修復のためクラウドファンディングで支援を募るお寺サイドの熱意が冊子の内容からもひしひしと伝わりましたね。今後何年何世紀も修復を繰り返し、貴重な文化財をつないでいくことはとても大切なことだなぁと感じました。いかがでしたでしょうか。奈良県五條市の永山寺、普段は秘仏扱いとなっております薬師如来坐像、とっても美しかったですね。きらびやかで心洗われました。本堂前の石灯籠の話なんですけどもね、本堂の正面真ん中に一基の灯籠を据えた様式を永山寺型というそうでして、なんとこの方は東大寺大仏殿や東照大寺、そして新薬師寺などの見本となった様式なんですよ。このことからも現存は小さな小寺なんですけれども、実はすごいお寺だということがわかりますよね。今回もとってもいいお寺でした。最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。Starry in the daytime, found my living room.